はい、レベルを少し上げましたね。じゃあ、ガイアのへそへ行こうかと思います。で、まあ、一応このゲームは、最初の方に打ったと思うんですけど、クリア済みで、で、ちょっとね、あまりにも、多分あれ、ウェアウルフだったと思うんですけど、強かったので、調べてみたんですけど、やっぱりあれ、強いらしいですね。うん。自分が下手なのもあるんですけど、普通に強いらしいです。でですね、あれ、あっちを先に行くか、これから向かうところを先に行くかっていうのは、なんか結構、どちらでもいいみたいっていうか、逆パターンも、あるみたいで、逆パターンっていうか、だから、二人で向かうのではなくて、一人で先にもう一個の方を。うん。多分ね、初回プレイ初見うん。だから20年以上昔ですね。発売された時かなにやった時は多分そっちの方でやったような覚えがある。基本的にね、ゲームのことは、それなりにね、記憶力悪いんですけど、案外覚えてたりするので、あ、これぐるぐる回ってきてるな。ちょっと、この辺りの敵はもう、あまり経験値も美味しくないので、こっちか、こっち降りればいいのか。で、今、ちょっと、操作キャラクターをね、変えております。まあ、理由は、特にないんですけど。まあ、どうせね、操作するなら、女の子の方がいいということで、あれ、戻ってきてないよね、これ。うん。大丈夫だね。ただね、攻撃力が若干やっぱり、主人公よりもちょっと少ないかなっていう感じは、うん。これどっちだっけ？あ、まあ、入るか。ほら、あれ？こっちじゃないな。もう一個の穴の方ですね。ゲームとかでよくあるこの滝の中に洞窟がねあるっていうのこれゲームうんあガイアのへそねえねえここディラックと関係ないよあこんなセリフは初めて見る気がするな多分。私はヨーマの森の魔女、エディニースの城に行きたいの。いいよね。え？あ、行けないのか。もう一回入ったけど、入るけど。そうですか。そうですか。来た意味がなかった。行けないのか。それは知らなかった。ということ、これを知らなかったってことは、やっぱり先に、このプリムを助けたことはないと思いますね。もしくは、なんか、これじゃあの、スイッチの、ニンテンドスイッチのゲームなので、槍がレベル上がったから剣と変えるか。剣の方が弱いな。まあ、無視していこう。で、このゲームの、ちょっとね、面倒な部分は、CPU、コンピューターがね、たまに挟まって、どうしようもならない時が発生するんですよね。これは2体いるから倒すか。よし。先に行かないとき。これが強いんですよね、また。なんだっけ。ダメージから、でも1か。
確かね、今、装備的にプリムの方が硬いんですよね。ちょっと先にというか。こっちに行って、さすがに敵の名前覚えてないな。敵の名前まだ覚えてたらすごいけどね。あ、結構痛いな。で、あ、今気づいたんですけど、これ、斧のような丈夫な武器でもないととても切れそうにないよ。ガイアンのへそにドワーフの鍛冶屋がある。なるほど。これがフラグになるのか。すごい時間食っちゃったな。これで戻ってまた行けばいいのか。これなんだっけ名前、この、ホロンだっけ、あまり覚えてないな。敵のキャラクター。魔法とかがね、使えたら、確か敵の名前表示されるので、あとクリティカルが出た場合か。クリティカルは多分運なので。あー、挟まった主人公。これがね、このゲームのあるあるですね。挟まる。はい、こっち来て。ちょっと倒したいけど、まあいいや、スルーしよう。スルスルスル。よし、これで。道間違えなければ多分すぐに敵もスルーした方がいいかな。でもレベルちょっと上げ、ゲーム下手なんで、なるべく上げておきたい。あとお金も確かもらえるんで。よし。まあでもこの辺りの敵はもうスルーしていいかな。とか言いつつ、攻撃を。もうちょっとうまいこと動いてほしいな。敵を倒せばいいか。ちゃんとついてきてね。主人公に言うのもどうかと思うけど、動きは読めないからな、この敵は。あった、バルーンは多分寝るやつですね。聖剣伝説はね、この主人公がね、なんかあんまりね、あ、寝てる。あ、これがあれだ。なんだっけ、ゴブリンか。確かゴブリン結構強いんですよね。これ分裂するから。で、硬いんですよね、確か。どうしようかな、これ。さすがにちょっと、分裂、あ、倒した。ダメージ入らないな、ちょっとスルーしよう。ですね。よし。とりあえず、プリムはどうしようかな。エリート変えるか。あ、痛い痛い痛い。あ、痛いって言ってもダメージはそんなにか。似てる音が聞こえるな。あー、2体いる。こうなったらちょっと。倒して、経験値を稼ぎたいです、ところ。ちょっと、
攻撃してくるよ。近づくと眠らされるからな。これどっちだ？上行ける？あっとっとっと、危ない危ない。あ、いた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 。ていうか、ブーメランもかかってくるな。宝箱だけど、なんかね、結構ね、罠多いんで、ほら、なんか、このゲームね、宝箱のね、罠の確率が異常に高かった覚えがある。こっちでいいのかな？あ、こっち違うな。でも倒したらなんかあるかな。あ、なんかスイッチみたいなのがある。これは、これでいける？いけた。なんかが発動しましたね。あ、マグマが、マグマで合ってるかわかんないけど。あ、寝てるよね。あ、ちょっと。今遠回りしてな。ちょっとよし、こっちは何かあるかな。こっちは、あ、何もない。じゃあこっちですね。あ、ゴブリンが2体いる。うん。本敵はもうおなじみなのでそんなに強くないですね。あ、どっち、あ、宝箱は。いけるか。なんか罠じゃなければいいけど、基本罠だな。こっちは、こっちは、あ、宝箱あるな。開けますか。あ、開けようと思ったら攻撃しちゃった。あ、最悪のタイミングで開けた。魔法のロープ、魔法のロープってなんだ。多分音楽的に重要アイテムだと思うんだけど、ダンジョンから脱出するアイテムだっけ。説明がない。多分ダンジョンから脱出だったような気がするな。あ、スライムがいる。スライムはちょっと、攻撃が入、ダメ、攻撃じゃない、ダメージが入らないので、先に進んで、あれ、さっきのとこじゃないよね。どっちだ？こっちか。スライムがいるだけだから、こっちではない。これは倒していくか。よし。そろそろじゃないかな。このゲーム男女そんなに長くなかったような覚えがあるんだけど、どうだったかな。まあ、こういう風に敵をね、わざわざ倒していったら時間はかかりますけど。
ゴブリンは倒そう。スライムは嫌だ。あれ、こっちで合ってる？結構長いな、やっぱり。やっぱりっていうか、やはり。うん、ゴブリンの攻撃はそんなにダメージ食らわない。こスイッチだな。これで下の階がなんか変わったのかな？あれ？これは、待って、これをして、あ、これは、あ、無理、いけないのか。ということは、下に戻る。なんか音が変わったな。あ、なるほど。多分着きましたね。いたいた。ここはドワーフの村だ。一回、ここで切りますかね。